皆様こんにちは。ワイン通販フィラディスワインクラブ店長の五十嵐と申します。皆様いつもフィラディスのワインをご愛いただきまして誠にありがとうございます。本日の動画ではですね、熟成ワインのテイスティングをしていこうかなと思っております。熟成ワインという言葉なんですけれども、時々ねご質問いただくんですけれどもね、何年以上寝かせたら熟成ワインというふうに呼んでいいんですかなんていう質問をいただくんですけれども、明確にそういった決まり事は特にありません。何年経ったら熟成ワイン、何年経つまでは普通のワインとか、そういったことではないんですね。ただワインにはやっぱり飲み頃というのがありまして、例えば、本当に若々しくですね、こうフレッシュな時、果実のみずみずしさを楽しむべきワインというのがあります。それはもう本当にできたらすぐ飲んだ方がいいわけですよね。ボジョレ・ヌーボーなんかはこのジャンルになると思うんですけれども、その一方で、ワインを寝かせておいてですね、寝かせておいたことによって味わいがまろやかになって、こう円熟のうまみだったりこう深みだったり、そういったものを楽しめるようになる。そのワインを、時間が経った段階で、熟成したワイン、熟成ワインというふうに呼ぶんじゃないのかなというふうに思います。ただ何でも寝かせておけばいいっていうもんではないですよね。いくら寝かせておいてもどんどん美味しくなくなってしまうワインというのもありますので、その点はやっぱり注意していただきたいなと思います。じゃあね、今日早速飲んでいくんですけれども、今日はボルドーのですねシャトーレモアンというワインを飲んでいきます。これ2008年のヴィンテージですね。この動画撮ってるのが2021年の秋ですから、すでに13年が経過しているワインですね。これを飲んでいきたいと思います。もうグラスに注いでいくとですね、もうその時点でもう色合いですよね。皆さん色見るときちょっとこうやってね寝かせて、この辺りのこう一番こう色合いが薄くなっているところを見ると色合いがよくわかりますけれども、こう若いワインだとやっぱ紫色とかピンク色が目立つんですけども、少しこうオレンジがかった、色合いとかが見えてきたら熟成のサインかなと思います。香りもですね、やっぱり時間が経つとだんだんこう果物の香りから果物でない香りですよね。スパイスだったりとか、木の香りだったりとか、こう葉っぱのような香りだったり、落ち葉のような香りだったりとか、そういった香りが強く出てきたりします。非常に複雑な香りになってきますよね。でもね、このワインは普通の熟成ワイン、こうスパイシーさが目立つんですけど、ものすごくフローラルなんですよね。花の香り、もうね、本当に花束みたいというか、そうだな、バラとかジャスミンとかね、そういういろんな香りがして、もう香りだけでね、もうずっと楽しんでいられるようなワインですよね。いつまでも香り嗅いでても終わらないので飲んでますね。やっぱりですね、この時間をかけて待ったことによって、もうタンニンとか酸がやっぱりすごく柔らかく丸くなるんですよね。で、ワインっていうのは基本的には一番多い成分というのは水ですよね、もちろん。でアルコールが入っていて、それ以外のその、ブドウの果実に由来する成分が含まれているわけなんですけれども、やっぱり水の部分とアルコールっていうのは、ボトルの中でこう静かに置かれていて、時間が経つとですね、水とアルコールがどんどんこう手をつないでくっついていきますから、だんだんその粒が大きくなっていくっていうイメージですよね。で同時に、タンニン分、ブドウの皮に由来する渋みの成分ですけども、タンニン成分もですね、昔ねこう科学で習ったかもしれないですけど、重合なんていってこう粒と粒がやっぱこう手をつないで小さかった粒が大きくなっていくんですよね、だんだん。そうすると最初の段階ではこうザラザラっとして、粒が小さいですから口に当たった時に、こう砂のような感じになってしまう場合もあります。本当に出来たてのボルドーワイン、パワフルのボルドーワインとか、格のね高いボルドーワインなんか本当にこうザラザラっとくるような状態、それがだんだん時間かけて、粒と粒がくっついて大きくなっていくことで、舌に当たった時のタッチが柔らかくなる。それが熟成の一つですよね。だから丸みを帯びていく、だから円熟していくっていうような、イメージですけれども、それが熟成ワインの何よりのもう熟成した成果っていう感じですかね。だからとてもこうタッチが柔らかくて、
そしてもうね、余韻が長いんですよ。飲み込んだ後にですね、帰ってくる香りとね、味ですよね。こう口の中にこう戻りがっていうんでしょうかね、こう物どの奥からこう帰ってくる香りがずっと漂って、今終わったぐらいですかね。結構長かったですよね。すごく長く香りが楽しめて、早くもう一口いきたいなっていう気分にさせられますね。まあ、このワインはですね、ちなみに、抜栓してから大体2時間くらい経過してから飲んでます。2時間ぐらい経った時に、ワインの華やかさがね、非常によく出るなというふうに思ったので、今日はこの動画の撮影のためにちょっと早く抜いておきました。もし同じワインをね、飲まれる時、ぜひ、ワインのページにもね、2時間前に抜いてくださいっていうのこと書いてありますので、ぜひ試していただきたいなと思います。まあ、その時にはせっかくなので、コルク抜いた直後に一回試飲をして、どんな状態なのかな。で、そこから、2時間後にもう一度味わいを試してみると、熟成ワインがですね、まあ、ずっと眠ってたワインですね、13年間眠ってたワインが、外に出て、どういうふうに変化していくのか、どういう姿にを見せてくれるのか、楽しめるんじゃないのかなと思います。これもやっぱり熟成ワインならではのね、醍醐味というところですよね。ぜひこの楽しさ知っていただきたいなと思います。ピラリスがね、一番得意ジャンルとしている部分でもあります。熟成ワイン、ぜひ飲んでみてください。ありがとうございました。